ほれよっ、やったほれ、やったいざ。誰だ。合わせ願いたい。じゃあ俺が守れ。し、もの違う。散らまく惜しみ。風よ。行こう。と。せい。そこだ。敗北を期してか。や、は。と。は、は。しゅうらが。かまわく。借りなく時。せい。手前。拙者の。いざ。し。よっ。手合わせ願いたい。拙者を恐れたわ。全力攻撃だ。はっ、や、風よ、そこだ。ガンザン発揮、天道万象。ふっ、すまんすまん。はっ、はっ、拙者も足りなかったか。行こう。はっ、と、風よ。ねえ、ふっ。よっ、まい。そこだ。ほれ、ふっ、と。いざ、行こう。
いざ。行こう。行こう。いざ。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思っ、はっ、東国だけで済むと思うなよ。畜生、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、ひよいみや、お前いつの間に。もう見てられへん。正勝先生に何かあったらうちらがここに来た意味は。お前たち何をしている？九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あいつは誰だ？九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。おい、よいみや。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ。来たぞ、隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。うわっ。あそこで何か爆発したぞ。まさか花火。見に行くぞ。引くにはもってこいだな。花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や、こいつはうちの自信作なんやから。おい、よいみや、お前監獄で花火大会でもやるつもりか。うちも職人やさかい、無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたい。